ねちゃん TV 今期の種親紹介をしていきたいと思います。今年はちょっとね、ドルクスも攻めていくよ。やばいよ、流血するよこれは。ね、ドラ君がいつも流血するやつや。こういう動画出しておくとさ、生体お譲りした時とかさ、種親見てみたいとかね、はい、第2弾も、お楽しみに。こんにちは、ヨネちゃん TV のまこです。今日はヨネちゃん TV 今期の種親紹介をしていきたいと思います。イエーイ。あれ変えた？いつものやつは、あれいつものやつ なし。じゃあ何にしようかな。そう、普通にやっちゃった。で、今ここにあるんです、あの今期のねブリードをしていく、まあこれ一部なんですけど、はい、抜粋して、はい、で、まあもうセット組んでるやつもあるのかな、あるんですけど、今期ちょっと主だったところをね、その一部でね、親たちがかっこいいやつらが多いんで、ちょっと紹介していこうかなと。いいですね、2回に割ったってかな。まあちょっとねこれ多いから、どんだけやるんだって話だけど。そう、ここにいない子もいるからね。そう、うん、本当にねちょっとそれをやっていきましょう、紹介して。はい、うん、じゃあ、はい、紹介して いこうヨネちゃん TV。 はい、はい、ではまずはこの子かな。うん、はい、これこの前動画に出したやつですね、うん、そうですね、最近の。はい、じゃじゃん。何かわかるかな。なんだ、ギザ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 、うん、はい、これはね、ほんと平田ですね、平田クワガタ。そうです、これはトラくんが頑張って採集してきた。そうです、ね、採集にしてはでかいですよね、64ミリ。もうこれは本当に本当に最近、セットを組んで動画に上げたと思いますけど、そうですね、かっこいいよね、そう、ちょっとこの子の子供たちをもっと大型化させたいという。なるほど、そう、はい、かっこいいね、日向かっこいい。これがワイルドでいるってか、すごいよね、すごいすごい、うん、はい、では次。はいはい、あー、この子も割と最近動画に出てきましたかね、はい、ここでいいかな。おお、かっちょええ、かっこいいね、かっこいい。ごめんね、綺麗にしたくてね、綺麗。はい、この子は国産オオクワガタのせ YG ですね。綺麗、80ミリかな、かっこいい、バランスがいいとね、へえ。どこに行っちゃうんだい、これはね、視聴者様にいただいた大事な子なので。そうだね、しっかりブリードしていきますよ、でかいね、なんかやっぱこうやって見ると、かっこいいね、顎は長いし、結構凶暴じゃん。そうそうね。ね。ちょっとあれだね、スイッチ入ってんのかな。はい。はい、この子でした。この子でした。次は何でしょうか。次もドルクスですよ。どこだ、ここでいい？はい。わーお、がっちりガチムチくんです。これはこれで。はい。すごいね。これはインドのオクオガタ。オクオガタ。インドアンタエースですね。ムッキムキ。同じドルクスでも違うね。全然違う。ここが太いよね、なんか。なんか盛り上がってるよね。モリモリって感じ。すんごいわこれ。若干赤いんだね。
こうしてみるとね、うん、さっきのと比べるとだいぶ赤みがある気がする、うん、いいですよ、うん、かっこいいね、うん、はい、やっぱ種親たちなのでね、うん、それを取るのはいいね、かっこいいね、ですね、ですね力入れていく子たちも、うん、はい、じゃんじゃんいきます、はい、はい、ドロクスばっかりかなはい、この子はネパールクルビデンスです。おー、はい、妻に内緒で希少なやつですね、勝手に買ってきた、うん、買ってきやがった、かっこいいクワガタ、大クワガタ、かっこいいからしょうがないですね、うん、そう、インブリードのね、うん、日本人の方が向こうで採集されてメスしか取れていないという中で、うん、ね、持ち腹でブリードされた大事な貴重な子です、なかなかいないんです。そう、この辺りは、うん、もうあの卵も一回取れて再セットとか組んでるんで、うんうん、ですね、うんうん、そう、だからもっと頑張ってくださいっていう感じですね、うん、はい、かっこいいな、全然違うね、全然違うね、こう、こうやって見ると国産オークワはあれだけど、海外のオークワってまた本当に違うわ、うん、違うね、うん、改めてこうやってやるのもいいね、うん、はい、次ですね、はい、この子はててやばいよ、流血するよこれは、ね、トラ君がいつも流血するやつや、そう、よし、よし、もうちょっと色が出てからや色を出しておいた方がよかったかな、うん、この子ですよ、この子ですよ、ちょっとお化粧しましょうね、いや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 、すんごいわ、うん、かっこいい、これやっぱね、あのうちの長男のレン君のお友達が来ると、うん、ヘラクレスがやっぱ大人気だわ、ヘラクレス見せてって、う、ね、うん、でけえかっこいいとか言ってね欲しいとか言ってこれはごめんって言ってこれはありえない、これは無理や、これはダメなんやってあのチビヘラクレスを代わりにあげたよ、うんうん、いやー綺麗なんだよね、うん、この人本当に、これは何でしょうか、あ、すいません紹介してなかったですねヘラクレスパスコアリで、産地はエスピリトサント州リナレスっていう超希少な産地だね、そう、希少産地が多いね、うん、うん、本当に超希少です、ですね、なのでね、あの普通のヘラクレスより丸が1個多くなっちゃうっていうね恐ろしいやつですよ、そうなんです、モンスターモンスターヘラクレスです、うん、高いやつです、この子もあれだね、一応卵は取れてるんでね、そうだね、うん、まだもうちょっと頑張っていただこうと、そう、だから幼虫が難しいらしいからね、うん、うん、気抜くと落ちちゃうっていう話なんで、ちょっとねいっぱい数残しとかないと心配なんでね、そうだね、うん、全落ちしないように大事に、はい、はい、やっていきましょう、やっていきましょう、はい、これ戻せるね大丈夫、乗ってくれないよね、こんなちっちゃいので、さあ、どうする、暴れん坊を取ってくれ、ありがとう、暴れん坊っていうのそれ、そうだよ、視聴者さんの誰かが教えてくれたんだよな、これ暴れん坊がいいですよとか言ってがっちりだよ、もうお尻こすぐってもなんともならんこすぐってって動かへんよ、どうする、どうする、ま、全く動かんよ、緊急事態だな、緊急事態発生、どうしよう、ビリビリって剥がすのはちょっと心配、うん、まだまだ足が強いんでね、うん、まだいけますね、ですね、全然動かんじゃん、うん、どうしたの君、いやいや、ここここ気に入っちゃった、気に入った離れたくない、ヨネちゃん TV、 はい、はい、じゃあ次ですね、
それは何でしょうか。この子はですね、うん、奄美ノコギリクワガタ、国産のノコギリクワガタ。おお、黒いんだよね。うん、沖縄ですね。いや、沖縄ではない。え、鹿児島なんだって。奄美は鹿児島だったっていう。あ、でもなんかこれ沖縄由比嘉さんって書いてあるよ。多分間違えてる。間違えてんのか。沖縄って書いちゃってんだと。そういうことそうなのか。そう、奄美は鹿児島らしい。で、この前コメントにいっぱいあったもんね。そう、すいません。だからそれはもうこれ BB だね。 BB です。 BB 破り捨ててください。書き直そう。じゃあそう、うん、で八重山は沖縄。ああ、そうなんだね。奄美は鹿児島で八重山は沖縄。今訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした、はい、じゃあちょっと見ていきましょうか、うん、これね、本当になんか国産の小切りの中では一番大型化するっていう、うん、話だから、うん、ちょっとこれね、うん、ブリードしてちょっと大きいの見たいなと思ってですね、うんうん、しかもノコギリって、まあ、最近最終めっちゃ行ってるんですけど、うん、まあ、大体赤いんだよ。そうなんだよね。そう、うん、けどこんな真っ黒はなかなか見れないんでね、うん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 、そう、まあ、個体差はあるとは思うけど、うん、あっ、病なのかな。かな。でもなんかさ、木を蹴るとノコギリって結構落ちてくるイメージない？そう。私まだ一回も落ちてきたことないんだけど。そう、ボットボトだったよ、この前。いいな。蹴って落とした場合は、うん、落ちる場所がさ、草むらとかだともう見つけれないから。飛んでっちゃったりしたりするもんね。見つけたら、うん、なるべく網で取った方が、あー、間違いないんだね。そう、うん、いいかなと思う。でも、それで一回見ていなかったら蹴ってみてっていう感じ。あー、そういうことね。そう、かっこいいよね。うん、いや、顎がかっこいいんだよね。うん、ノコギリはさすがね。先っぽにおるもんね、うん、あ、黒いね、ほんと。そう、黒い、黒くてでかくなるんでね、うん、ちょっとこれは楽しみなんですよ。奄美のコギリいいですね、うん、はい、次次、じゃじゃん、また打って変わってね、色がおしゃれ、おしゃれ、あ、どこ行っちゃうんだよ。あ、落ちるんだね、やっぱり。うん、死んだふりしてる。ありがとう。スルンと滑っちゃいそう。かっこいいね、うん、この色ですよ、うん、好きだな、この赤み、うん、これは何でしょうか。あ、すいません、アローコクワと申します。そうですね、はい、かっこいい。そうなんですよ。なんだろう、本当にコクワだけどでかいよね。ね、なんかもう完全に顎なんかノコギリみたいだもんね。そうだね、さっきの奄美ノコギリと比べても、うん、ノコギリだよね。いいぐらいの、いや、奄美ノコギリの方が小さいじゃないか。なんなら、うん、比べてみる、うん、これ、ね、ほら、ちょっとちっちゃいし、まあこの子はちっちゃいんだと思うけど、うん、いやけどこっちがノコギリでこっちがコクワですからね。これ本当本当コクワっぽくないよね、うん、顎めっちゃギザギザしてるしさ。いや、かっこいいよ、うん、またこの黒と、そうだね、飴、ね、色の、うん、いや、かっこいいね。そうだね、楽しみだね。だね、うん、いや、いいね、この絵もいいね。
コクワはね本当にブリードを全然してなくしてこなかったから去年。そうだね。そう。今季はちょっとまだ他の休眠のやつもまだいるので、うん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 、今季はやらないとは思いますけど、八重山コクワとかね。うん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 。平山国話とかね、うん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 、そう、そのあたりもね。でまた平山って言ったよね。ヒマラヤじゃない？ヒマラヤって言わんかった？平山って言ったよね。そう、うん、あれ違うかな、私の聞き間違いかもしれない。そう、そのあたりもね、うん、やっていくし、多分今期そのうちネパレンシスが、うん、あーそうだね、浮かしてくると思うんで、そこもね、いやもういっぱいだね。そう、楽しみいっぱい。ヨネちゃん TV。 はい、はい、こんな感じでね、はい、前半戦、前半戦で、前半戦はあの実はもうセットを組んで、うん、多分動画でも出してる子たち、うんうんうん、なんで、はい、まあ、振り返りみたいな感じなんですけど、うんうんうん、改めて見るとやっぱりかっこいいね。いいね。うん。うん、そう。で後半戦は、はい、まだ組んでないので、うんうんうん、動画にも出てきてない子が、あ、動画には1回は出てきてるか、多分。うん、かもしれんね、うん。全く出てきてない子いるのかな。どうだろうって感じかな。いや多分出てきてると思うよ。ああそうなんだ。うん。うん、けど今期あのこれから組んでいこうという子たちなんで。はい。それはそれでまた楽しみにしておいてください、うん、はい、うん、いやーやっとるね、やっとるな、やっとるか。やっとるね、とるね、うん、結構やっとるね。そう、うん、割とで、こういう動画出しておくとさ、うん、あの、まあ、整体お譲りした時とかさ、うん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 、あの根親見てみたいとかね、そういうところで、うん、見れるかなと思って。そうだね、そうだね。そう、うん、映像に残すのも、そう、自分たち用っていうところも。成虫がいないのもいるけどね。もうあのブリードを、あ、そうだね、サーラーセットを組んで卵も取れてんだけど、うん、ってもう落ちちゃってっていうのもある。うん、うん、そうですね。そうなんで本当に一部っていう感じですね。うん。うん、でこの他にも組んでいくやつも多分いるとは思うので。いるいる。いる。そう。はい。今日はこんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、頑張っていきましょう、はい、第2弾も、うん、お楽しみに。はい、では今日はこのあたりでおしまいになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで、ヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。